それでは続きましては T1 の個人競争を行いたいと思います。上位6名の選手の方、名前呼ばれましたら壇上まで上がってください。それでは第6位ゼッケンナンバー2番鈴木真理。第5位はゼッケンナンバー36番山下貴博。そして第4位はゼッケンナンバー1番畑中雄介。第3位です、ゼッケンナンバー14番増田成幸。そして第2位はゼッケンナンバー4番鈴木ゆずる。そして栄えある第1位は凄まじい追い上げを見せまして見事勝ち取ってまいりました A 館です。第35番ガロッパのピンテオ。見事優勝いたしましたガロッパのピンテオには三浦ジャージを進呈いたします。それぞれ気にはなりません。はい、おめでとうございます。それでは登場の授与です。小野龍斗よろしくお願いします。第45回 JBCA 経済産業大臣期ロードチャンピオンシップ T1 第1位3時間51分34秒ガラパゴスビンチョンド。また勝ち勝った2011年5月24日夜間大学リストクラブを登場しているものです。もう一度第2位3時間51分39秒総重量の島野大臣です。第3位3時間51分23秒マスダ・ナリウキ殿宇都宮ブリッコ。2分38秒田中裕介殿島野大臣です。第4位3時間54分36秒山下貴博殿マトリックスパワーカップです。山火第6位3時間54分37秒鈴木真理殿島野大臣です。どうぞ。チーさん、どうも一生どうもありがとうございました。それでは見事優勝いただきましたドロフの選手にちょっとコメントを、ね、いただきたいと思うんですが、主役の方よろしくお願いします。はい、はい、じゃあまず、お願いします。いいじゃん、ありがとう。今の今日のレースを振り返っていかがでしたか。ごめん、おじさん。なかなかだけパチョクジャニーエサのこのノバマイナインデシェルニーリンコマーティスソナコンテントをデブルビントコンタシーモンディバードそれは相手だと思いますが、はい、はい、もうすごい歴史のあるレースでやっぱり勝てたことはすごい嬉しいことです。はい、最後の追い上げがものすごいものになってますが、その時はどうだったんでしょうか。いつもトロッコを通ってこういったものが頑張る今週はいつも大好きプーキー君頑張もう一つ参加、ね、ちょっと一生懸命こう見合い
avversari erano un po', come dire, in Italia si diceva la tutta, e ho provato di fare la volata e ho fatto la volata e è andata bene a me. Ma quanto di nuovo fai la volata? Buono. それではクラスター T1 ドミニクルのはこのお客さんで決定です。おめでとうございました。